YouTube! Hello! 今日のビデオはですね、毎週恒例のうだうだトークをやろうと思います。それでですね、うだうだトークをご存じない方のために最初に簡単に説明をしますと、うだうだトークは10分から15分ぐらい、だいたいその週あったこととか、最近考えてることとかをダーッと喋るっていうだけの雑談ビデオでございます。まあ、そんなわけで、作業しながらとかですね、アイロンかけながら、お皿洗いながら、BGM 代わりに聞き流してくださったら嬉しいです。というわけで、今週は何の話をしようかなという感じなんですけど、実はですね、もしかしたら声を聞いてなんとなくわかるかもしれないんですけど、私ちょっと風邪をひき始めっぽくてですね、なんかね、今朝起きたら、こうすっごい喉痛くって、で昨日の晩からすごいくしゃみをしてて、最初アレルギーかなと思ってたんですけど、朝起きたらめっちゃ喉痛いし、頭痛いし、これはあかんわということで、ちょっとね、最近5月に入って、まあ、朝5時に起きて、ジム行って、30分から1時間ぐらい運動してるんですよ、夫と一緒に。なんですけど、今日はちょっとさすがに無理で、ちょっとごめん、今日はしんどいからやめとくって言って、夫はジム行ったんですけど、私は家でこう、5時に起きて6時ぐらいまで起きててコーヒー飲んだらマシになるかな、眠いだけかなと思ってたんですけど、なんか6時過ぎてもしんどいし、で夫はもうジム行くわって言うから、私はパスして6時から7時ぐらいまで二度寝しました今日はなんですけれども、そんなわけでですね、ちょっと風邪っぽくてですね、でビデオを撮ってて、他のなんか今日食べたものかなんかのビデオを撮ってて、でこうなんかね、自分の声が自分の声じゃない感じがするんですよね。なんでもし今日のビデオがちょっと聞きづらかったらごめんなさい、先に謝っておきます。朝の5時に起きるっていうのを始めて、だいたい1週間ぐらい経ったんですけど、起きるの自体はだいぶ楽になってきました。なってきたんですけど、ちょっと学んだことがあるんです。ちょっとシェアしようかなと思います。まずですね、朝5時に起きようと思ったら、夜絶対9時か10時にはもう寝てないといけないんですよ。で、私寝つきがすごい悪いもんで、なんかね、だいたい8時半ぐらいにお布団に入って、9時に眠りにつけたらいい方みたいな、なんかね、寝る前にいろいろ考えちゃうんですよ。で、多分なんか瞑想、メディテーションをするとかして、こうすぐに眠りにつけるようにしたらいいんだろうなと思うんですけど、まあそんなこんなでちょっと早めに寝ないといけない。でね、初めてね、最初の週末に土曜日の夜やったし、金曜日やったかな、金曜日の夜か土曜日の夜に次の日休みやしと思って、夜ね10時半ぐらいまで起きてたんですよ。そしたらもう次の日の朝起きるのが本当にしんどくて、なんやろ、時間帯としては寝てるはずなんですけど、私多分ね、8時間寝ないと体が持たないタイプなんだろうなと思うんですよ。なんで、夜ちゃんと、こう、次の日すっきり起きるためには、夜ちゃんと9時には寝ないといけないなっていうのと、あとはですね、朝起きるのって、実は、こう、1週間前ずっとやってると、だいぶ楽になってくるもんやなと思いました。でですね、こう、朝起きて、こう、歯磨きとか、顔洗ったりとかするのと一緒で、習慣にしてしまったら、今は朝起きて、とりあえずコーヒーを入れて、コーヒー飲みながら着替えて、で、ジムの服に着替えて、そっから出かけて、運動をして一日が始まるって感じなんですよ。なんですけど、そういうのが、こう、何も考えないで自動でできるようになったら、習慣っていろいろ楽なんかなと思いました。でもね、まだ1週間ですからね。で、なんか、体調崩してるんで、ちょっと朝ちゃんと起きれなかったらどうしようという感じなんですけど、とりあえず、ジムに行かなくても、朝5時に起きてっていうのをやろうと思ってます。なんでかっていうと、逆に朝こう、もういいや今日はと思って、7時とか、週末とか7時とか8時まで寝てしまうと夜眠くならないから、次の日朝5時に起きようと思っても起きれなくなっちゃうんですよ。なんで、まあその辺はちゃんと自己管理をしていかないといけないなと思いましたね。あ、でも朝5時に起きるようになって思ったのが、一日の時間がすっごく長く感じるようになりました。朝ね、ジム行って運動も終わってて、で、朝からも掃除機かけて、洗い物してってしても、全部終わる頃には9時ぐらいには全部終わってるんですよ。だから、全部こう、一日が9時からずっと一日中目の前にあって、自分のためだけに使えるっていうのは素晴らしいなと思いましたね。なんかね、今までだと、こう、夫が仕事行くのに、なんか朝ごはん出したりとか、なんか、いろいろうだうだしてて、で、夫が仕事行って、夫で大体ね、6時半とか7時ぐらいに仕事に行ってたんですけど、なんかその後うだうだーとなんかベッドの中でダラダラしたりとかなんかして、で起きて朝ごはん食べて家の掃除して、でお昼に夫が帰ってきてご飯出して、で何だったかな、午後にじゃあちょっとジム行こうかなと思ってダラダラしながらジム行ったりとかしてっていう感じだったのが、
朝起きてすぐに運動を片付けることでもうあとの残りの1日何をしてもいいっていう風になって、なんかビデオの編集とかも割と楽になりましたね。なんかねこう編集してる間に夫が家に帰ってきたりとかして、あ、お昼出さなあかんみたいなのが結構あったんで、なんかそういう意味では朝ご状況はいいなと思いました。あとはですね、あのビデオをご覧になってくださってる方はご存知だと思うんですけれど、私あの5月にお金を使わないチャレンジっていうのをやってですね、やってるんですけれども、なんかねいつもやったらうちね食費が月の予算がだいたい400ドルぐらいで、ここ数ヶ月その予算で収まった試しがなかったんですけど、今ね1週間ぐらいでまだね35ドルぐらいしか食費を使ってないんですよ。でこうなんかあるものでとりあえず食べようっていう感じで考えて、なんかしら一品作ってとりあえず出したら OK ということにしてます。なんでまあたまに彩りが悪かったりとか、なんかこの組み合わせでは絶対に上がらない、食卓に上がらないコンビネーションでこう食べ物が出てたりするんですけど、まあそれはそれ、これはこれで、あるものでメニューを考えて何かしら作るっていうのはいいですねと思いました。でなんかねうちね、あのどっかにスーパーとか買い物行くでしょ、で行ったらなんかお菓子とか冷凍食品とか、特にホールフーズ行くとそうなんですけど、なんか美味しそうなんですよ、美味しそうなんですけど高いんですよ。でなんかビーガン食品のコーナー行って、なんか美味しいミヨコのチーズとか買ったり、バター買ったり、あとはなんかねビーガン用のソーセージとかこうターキーとか、ベーコンとかそういうの買って、で美味しそうやから買ってきて、でそのままなんか作らないで放っておったりしてるんですよね。だから冷凍庫にも冷蔵庫にもなんか食べなかったご飯っていうのがなんかしらいつもある状態で、で5月だから4月の末ぐらいに冷凍庫と冷蔵庫がパンパンになったもんで、で夫と2人でちょっと今月5月はちょっとあるものを食べて過ごそうってやってみようっていう感じになりました。あでもね、あの夫は夫で別会計でビール買ったりしてますからね、まあ、それはね、あの私は夫は毎日頑張って仕事行ってくれてるし、ビール飲みたかったら飲んでいいし、夫が買いたいものは買ってもいいよって言ってるんですよ。なんですけど、とりあえずご飯に関してはあるもので頑張って作って出すから、それはちょっと頑張って食べてねっていうのはお願いしてます。なんですけれども、その感じでね、今月どんだけ食費がちょっと節約できるかすごい楽しみなんですけど、冷蔵庫と冷凍庫だいぶスペース空いてきました。どんだけ加工食品を今まで買ってきてるねんと思いましたね。なんかまあそのチキンナゲット、あのビーガンのチキンって大豆ミートでできてるんですけど、チキンナゲットの類とか、なんかお魚とかシュリンプとか、なんかね、あの大きい都会のこうスーパーとかホールフーズとか行って、そういうの見かけるとすごい嬉しくてわーって買っちゃうんですよね。で買っちゃったはいいけど、結局食べるものってなんか結構メニューがうちワンパターンなもんで、なんかいつまでも残ってたりするんで、ちょっとでもね思いました。あのすぐに食べてしまう食品、買ってきてもすぐに消えてしまう食品っていうのはやっぱり家ではよく食べるものやし、逆に人気があるっていうか、買ってきたはいいけどなんかいつまでもパントリーにやって食べない食べ物っていうのはなんか理由があるんだなと思いましたね。なんか例えばパスタとか、ある一定のお野菜、なんかほうれん草とか玉ねぎとかセロリとか、そういうのって買ってきてもすぐなくなるんですよ。なんですけど、なんかねグルテンフリー生活をちょっとしようかなと思って、なんかね米粉でできたヌードルとか、なんかグルテンフリーパスタとか買ってみたことがあるんですけど、なんかねあの結局あんまり美味しくないというか、自分たちの口に合わなかったから、なんだかんだでなんか出したはいいけど自分が食べたくないで、作る方が食べたくなかったらあんまり作らないじゃないですか。その辺がちょっと主婦のちょっと困ったところかなと思うんですけど、まあだから買ってきたはいいけど食べる気になれないから、いつまでも残ってる食材っていうのが結構あってですね、そういうのは今回ちょっと使い切りチャレンジをやって、今回はもったいないから全部食べてしまうと思うんですけど、次からはちょっとあんまり買わないようにしようと思いました。なんかねお豆腐とかね、賞味期限のあるものに関しては割とちょっと使い切っちゃうんですけどねっていうのはあるかな。なんか乾物になると特になんか乾燥わかめとか昆布とか、なんかあんまりその量を使わないものっていうのはやっぱたまりがちなんかなと思いました。だからねもうすぐなくなりそうかなぐらいのタイミングで買いに行くんで、多分ちょうどいいと思うんですよね。なんですけど、そういうことをいろいろ学びながらの1週間でございました。あとはですね、そうあのすごい面白いテレビ番組を見つけたんですよ。うちねこの間ね携帯のプランを変えて、で会社をベライズンから T モバイルにしたんですね。そしたら
あのその携帯のプランにネットフリックス見放題がついてきたんですよ。でその1ヶ月契約してて、その毎月の料金に含まれてて、もう T モバイルとずっとこう契約をしてる以上は毎月それが見れるっていう感じで、ネットフリックスね、昔ねなんか7ドル99セントとかで見れたんですけど、なんかね最近値上がりして、多分なんか2人とか3人でアカウントをシェアするってなったら12ドル13ドルぐらいになったん違うかなと思うんですよね。でちょっとまあその値上げをした時に契約をやめてですね、ネットフリックス見てなかったんですけど、最近ねそのだから携帯のプランでネットフリックスがついてきて、もうすっごい喜んで見たら、新しい番組で面白いのがいくつかあってですね、なんか今ハマってるのがクイアアイって言って、なんかね5人のゲイのお姉たちがこういろんなお宅を訪問して、でなんかねその例えば奥さんだったり旦那さんだったりこう友達だったりがこう誰々さんのメイクオーバーをしてくださいっていう風な依頼をするんですよね。で行ってこうそのメイクオーバーをする相手のこう人生とかどんな風な生活をしているのかっていうのを聞いて、なんか女の人やったらお化粧をきれいにしてもらったり髪の毛きれいにしてもらったり、あとはですねお洋服とかを買いに行ってですね、なんか自分の体型に合った似合ったお洋服と髪型とあとお家もね綺麗にリモデルしてくれはるんですよ。なんですけれど、なんかねその毎回出てきはる主人公のゲストがなんかみんなそれなりにストーリーがあるんですよね。例えば、ゲイやったりとかトランスセクシュアルやったりとか、あとはなんか昔のその母親を亡くした思い出でなんか自信が持てないとか、こう人に心を開けないみたいな、そういう一人一人の問題にもちゃんと向き合ってこう解決策を見出してこうアドバイスをしてくれるんですよね。でだからこうその30分かな1時間かなあるんですけど、その番組の最後にはみんなすっごい幸せそうで自信に満ち溢れた格好でこうショーが終わるんですよ。私それを見てすごいうわいいわと思いました。なんかそんなでね、こう一個見出したらアメリカの番組って一個見出したら次ってなるんで、ちょっと中毒性があるんで、まあ一日に一本二本見るぐらいでとどめていこうと思ってるんですけれども、そんなコーナーでネットフリックスハマっております。なんかね、日本のテラスハウス、テラハの番組もあるみたいなんで見ようと思ってて、なんか後に回してるんですけど。ちょっと前にコメント欄でおすすめされたアニメで、白箱っていうのがあってですね、おすすめしてくださってありがとうございました。なんですけどこの間やっと見たんですよ。でクランチロールって私、アニメ見放題のサービスに入っててですね、日本とは違ってその地上波で普通に見れないんで、こうクランチロールを経由で見てるんですね。なんですけどこの間やっと見てですね、今ね6話ぐらいなんですけど、ものすごい面白いんですよ。何の話かっていうと、アニメを作ってる制作会社のいろんな人の話なんですよ。で私今までアニメってあんなにたくさんこう一つの番組を作るのにスタッフがいるんだっていうことをそんなに考えたことがなかったんですよね。なんですけどこう作画をやる人がいたり、まあ音声やる人がいたり、こう効果音とか効果の映像をやる人がいたり 3D やる人がいたりとかして、なんか働きマンみたいですごい面白いんですよ。でそれなりにみんな個性があって、で仕事したくないから監督とかもなんかこう逃げてる、最終的にこう無理やり監獄みたいなとこに缶詰にされて絵コンテ書かされるみたいなのがあって、うわーと思ったりとかしてですね、なんか多分アニメを作ってはる会社さんがアニメについて作ってはるんだと思うんですよ。なんですごいこういろいろなんていうか具体的やし面白いし、絵もすっごい綺麗で、私はストーリーも気に入りました。なんで白箱おすすめいただいてありがとうございます。というわけでおすすめなんで、もしよかったら見てない人がいたら見てください。なんですけれど、まあ今週はそんな感じですね。ちょっとね今日は風邪っぽいんで、ちょっと短めに切り上げようかなと思ってるんですけれども。まあそんなコーナーでですね、皆さんのゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか？みんないろんなとこに遊びに行きましたか？なんか楽しい思い出とか作りましたか？なんかまたいろいろあったらコメント欄で教えてくださいね。はい。じゃあそんなわけで皆さんまた来週お会いしましょう。良い週末をお迎えください。バイバーイ。